こうして津波が押し寄せる場合は、一緒に油なども押し流されて、このように水
に覆われるのですが、火災の恐れもあります。大変危険です。北海道の南西沖地震の時も火災が生じたエリアでは広い範囲で火災が起きました。この海水と土砂と瓦礫が混ざったこの濁流に真っ黒に浸水したので、すぐに周辺の方は避難してください。